今夜はブバンク。マックス村井でーす。ミクセーイ。おちゃんと挨拶を。最近帽子よくかぶってるよね。はい。冬だから。はい。何キャラ何キャラ。どうぞ。はい。というわけで今回のテーマは、究極の選択。なるほど。シリーズ究極の選択。うんこ食うかみたいな。本日のあなたの選択は。そう。1億円もらえるか。そう。うんこ食うかみたいな話。はい。1億円もらえるかうんこ食うか。そう選択じゃないか。まあ選択か食うか食わないか。1億円もらえるかうんこ食うかって。うんこ食うの選択肢選ぶ人いんの？確かに1億円もらうわ。うんこは食わん。はい。じゃあ。はい、これは我々はせーのでこっちって答える感じよねきっとね。はい。はい。ダダン。行くならどっち？マグマのないか。マグマのマイクラじゃねえんだよ。マイクラ脳になってます。マイクのないカラオケ。サビの間で終わるカラオケ。サビの間で終わるカラオケっていうのは、サビの途中で終わる。だから曲が言いたいことも言えない。寂しい。私こんなの全然もう決まりました、はい、こちらの質問はあの僕が考えたわけじゃないですけども、あのツイッターで究極の選択ボットっていうのがあってそれに書いてありました。私の中では大した選択じゃないな。これは究極じゃない。あ、本当に？うん。サビのない、サビの間で。はい、じゃあ、はい、なんかノリとしては伸びた足の爪切らなきゃって思ってるんだけど、あ、今日はいいや明日にしようって言って2週間経つぐらいどうでもいい感じ。なるほど、うん、じゃあそんな究極じゃない。せーの、せーの、 B。 あ、割れた。マジか。だってマイクなしで歌う人結構いるからさ、そのまま地声で歌っちゃう人とか結構いるじゃないですか。私別にマイクなくてもいい派だわ。むしろサビの時終わるの寂しくない？どうすんのその後、一人で歌うの？でもマイクないですよね。うん、僕の中で、いや僕の中でマイクのないカラオケは、あのトイレットペーパーがセットされてないトイレだと思いますね。そう、はい、僕の中でですよ。トイレットペーパーがセットされてないトイレだと拭きようはないけど、マイクなくても歌えるは歌えるよ、はい、でもそんな感じなんだ、はい、マイクであの大音量で広がる。別にトイレットペーパーなくても出せるもんは出せるじゃないですか。出せる、はい、なるほどね、はい。だけどそのじゃあ別にじゃあカラオケ行く必要あるんですかっていう とこまで行っちゃいますよ。まあ箱で歌いなさいよ。そこら辺で箱で歌いなさいよと。CD でもかけて、はい、だからやっぱカラオケ行くんだったらっていうのはやっぱそのでも一番歌える、一番歌いたいサビのところで歌えばいいじゃないですか。もうそれは歌えばいいじゃないですか。曲が切れてもこう発散するっていう意味合いがやっぱカラオケ。だったらむしろカラオケ行かないんでマイクで歌えばいいじゃないか。それはじゃあマイクでさスピーカー準備して歌えばいい。一人です。 iTunes で曲かけるのと変わらないですよ。ああ、なるほど。じゃあ議論つきませんね、はい、意外と平行線、まあまあまあ、だから結構いい質問だ。なるほど、究極か、はい。